健康生活チャンネル。このチャンネルでは健康についてお悩みのあなたに健康な生活を送ることのできる体づくりのための方法などをお伝えします。はい、都の城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この動画ではですね、ファスティングとはということで、ファスティングについていろいろとお話ししていきたいと思います。この動画を最後までご覧いただくことで、あなたの人生が激変することができます。はい、激変するんですよ。この動画を最後まで、お楽しみしていただければいいと思います。ファスティングとはですね、日本語に訳すと断食っていうことを意味します。本来であれば断食っていうのはですね、食を断つもの、つまり何も摂取しないという意味で使われていましたが、最近のファスティングでは様々な目的とか意味がありますので、古くからの断食とは違う意味になってきているんですね。ファスティングの歴史は古くて、様々な目的で行われました。宗教で、修行の一環として行われたもの、ストライキとして、デモとしてですね、行われたもの、そしてデトックスの目的の健康法として行われたもの、そして医療を目的として、断食療法として行われたものなどですね、このように、長い歴史と幅広い分野で行われてきたんですね。現代のファスティングではこうして実践されてきたものが形を変えて反映されていっていることになります。ファスティングは現代では主にダイエットを目的に行われていることが多いですが、その他にも体の中に溜まりがちな毒素を排出するデトックスとか、体重を減らすだけでなく体質改善を目的として行われています。最近では検診が義務付けられているメタボリックシンドロームへの対象と対策としてもですね、行えるようになりました。メタボだと診断されたあなたにもですね、とてもいい健康法になるんですね。で、飽食のこの時代にはですね、体に良いものを取り入れて良くないものを上手に排出する、つまりデトックスっていうのはですね、あなたの健康を守るために必要不可欠なものになります。ファスティングの目的には大きく分けて2つあります。まず1つ目、ダイエットと食の見直しです。現在ファスティングを行う人の多くがダイエットを目的として行っています。ファスティングではですね、脂肪燃焼が100倍になりますので、皮下脂肪とか内臓脂肪をガンガン燃焼させてですね、体を動かすエネルギー源としています。そのため当然ながら体重はものすごく落ちていくんですね。ただし水だけの断食とか野菜だけ、果物だけといった間違ったファスティングを行ってしまう方も非常に多くてですね、そのような間違ったファスティングでは健康被害を起こしてしまいますので、とても注意が必要ですし、そういったファスティングではですね、筋肉が結構落ちちゃうので、リバウンドの危険性っていうのが高いので、やっぱりそれも注意が必要なんですね。私のサポートするファスティングでは筋肉を維持したまま脂肪のみを燃焼する方法をお伝えしていきますので、基礎代謝が維持されて、ファスティング後はさらにですね、胃が小さくなりますので、普段よりも少ない食事で満足できるようになるため、リバウンドを防ぐことができます。またファスティングを行うことで痩せ体質になりますので、ファスティングをきっかけとして素晴らしいスタイルを維持されている方も非常に多いです。また味覚がリセットされて、体に悪いものを取りたくなくなりますので、安全な食とか体に良い食事を見直す機会とすることができます。次の2つ目の目的として、デトックスと使われてなかった体の素晴らしい働きをオンにするという目的があります。次の目的として多いのはデトックスですね。食生活の養殖化とか仕事量の増加などによるストレスとか運動不足などが重なってですね、上手にデトックスできていない人っていうのが多く存在します。体内に毒素が溜まってくると栄養の吸収率が下がります。そして体や肌にも影響、悪影響を与えちゃうんですね。だから女性なんかは特に注意が必要なところですよね。また体内では有害な毒素がですね、一時的に溜まっても体の機能というのはしばらくの間は正常に働くんですけれども、長年蓄積していくことで徐々に病気に発展することも多いのがですね、この体内毒素の怖いところですね。なんで今その悪い食事っていうのを捉えていても特に健康だし、その別に興味ないかなっていう方も多いんですけれども、これが長年蓄積するといろんな健康被害を招いてしまって、その時にはもう結構重い症状になっちゃって大変っていう方も多いんですよね。そのため定期的にファスティングを行うことで腸内環境を整えて上手に栄養を吸収できる体づくりと、体内の毒素を排出することもファスティングの目的の一つになっています。はい、今回はですね、ファスティングとはについて、ファスティングについていろいろご説明させていただきました。もしファスティングにご興味のある方はですね、下の説明欄にホームページのリンクを貼り付けておきますので、そちらからご確認ください。
それでは今日も、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画が欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。